一握りのグローバル企業の、さあ株主さんなのかオーナーさんなのか分かりません、姿形がない、税金も払わない、そういう人たちがもっともっとこの日本中そして世界中を支配していこうというルールが TPP なんです。